今回のアンブレラは見たわ。今から探しに行こう。やってくれたな。全部罰金お支払いいたします。まあ、罰金で済むと思うね。10億だ。タラちゃんから学びます。ダメだって。お前がやっとることカジバ泥棒や。普通の。よし行くぞ。お前が一番前歩くな。あ、じゃあ回収1、金庫前1、高速側3、四つ股4、ヘリ2、残りラーク。高速行きます。四つ股とかトイレか。これもう高速2、行きます。高速2、高速3、高速3、高速 3、いつも2で抜かれてるから。高速アット1。わかりました、私が行きましょう。はい、あう。やっぱり警護は父と同じとこ守りたいんだよ、ね、やっぱやめます。嘘嘘、ごめん、ほんとごめん、行こう。ヘリの音が聞こえた。ジョークやん、ジョーク。ホワイトデージョーク。高速入り口で声聞こえる。高速手前までもいるかも。うん、中入ってきた、中入ってきた。いるかも。お罠入られてるかも。あ、オッケーオッケー。お罠入ってきてる、お罠入ってきてる、お罠入ってきてる、お罠入ってきてる。オッケー、カバー行く。ワキオさんカバーで行く。警護は違いくわ。出す。いや、大丈夫大丈夫。オッケー。高速側からお、中見るね。入ってるよ、もうあっち中。行こう行こう行こう。一人死んでる。ダイスコレスコ。チャルね、チャルから見て、入って右に寄る。下まで入ったわ、チーマ。高速パトカーも近いかも、入り口。了解です、見てます。穴上一人、穴上一人。チャル生きてる？生きてる。今どこにいる？剣を、剣を入ってくる。穴上一人やった。ナイス。それ高速、穴上？穴上、穴上、穴上、穴上。大穴だけ一応気をつけといて。大穴カバーするわ、わち。高速上も下も警察車両います。1台ずつ。赤ゲットリエルで、大穴のところをバイクで出ます。高瀬シンガリウカつけてる。大穴、大穴いる、大穴いる。やった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 、大穴一人やってる。ナイスナイスナイス。ラーク組来てるから。ラークの方々、高速穴見れませんか。警察2枚やってます。まだラーク組。ラーク組のタイミングでいいから、あの、はいはい、高速潰しに行って、で、そのドサクさんに紛れてこっち出るから。オッケー、数で押そう。このトラック一回爆発させていい？左側。いいよ。これ高速あできます、行きますよ、これいつでも。そのラークのタイミングで出るって感じですよね、出てくっていう。ラーク先導で行こう。オッケー、出やすくなった。行くよ。ラーク行けるよ、いつでも。合図欲しい。行くよ。はい、出る。これ出ていいタイミング行ってね。行きまーす。はい、出て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 、全員出て出て。ゴーゴーゴー、逃げて逃げて逃げて。みんな公園公園公園で固まろう。公園ってどこ？追われてないのでこのまま後で入っちゃいます。いっ、あんでも帰って。うん、ケインオート、ケインオートは血逃げれてる。高速道路のところらへん、全く多分遠いとこでしょう。あ、わかんねえじゃん。個人行けんじゃない？うん、多分個人行けると思う。舐めやがって。ガチ完全犯罪だ。しかも何が完全かって、うん、プルプルプル。やばいなそれ。大穴の下から倒すのマジで楽しい。ガチナイス。どうした？踊り出すんだよね、撃ち始めたら。ああ、そうだ。うんうん、殺したパトカーを火事場泥棒で3人組だって嘘を揃えた、うん、パトカーの中身あさって逃げるみたいなやってるやつだよ。え、誰？わかんない、本当にわからない。もうマジで3人とも同じ服で同じ帽子で水色の服。え、え、ね、あ、見た。あの、え、見ただろ。え、あの、白色、白色のやつが。ありがとうございました。そうそうそう、ジープに乗ってる3人組が。 え、ジープじゃない、パトカー、パトカー、パトカーに乗って銃持ってた。え、あれってパトカーまで盗んだのか、あいつら。そうだ、いたわ、なんか高速上に。そうそう、なんかいたね。やなんかね、探しに行きましょう。俺らが殺したら絶対15号とこっちに着くやろ、それ。そうだよ、着くやろ。そんなひどねやん。え、待って、わち見たわ。今から探しに行こう、分配探しに行きましょう。まだいるんじゃない、ワンちゃん。どこどこどこ。え、レギオンじゃない？待って、俺それ見るわ。レギオン、リギオン来て。あ、こいつ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 、え、こいつだった。あ、リギオン行くね、今から。こんにちは、だえ。こんにちは。何してるえ、今。今からね、3007に向かおうと思ってるんだ。はう、3007か。名前なんて言うんだえ。万歳すぎるです。こいつです、こいつです、こいつ。
こいつだった。こいつだった。はい。ちょっと連絡するわ。こいつだった。今タラちゃんに電話したタラちゃんも同じ格好をしてたという情報が。やばい。俺捕まえてきます。カジマ泥棒ね。よろしく。ナサワチも行く。いいよ。ちょっと着替える時間だけいただいてもいいですか。行こうかー行こうかー何が起こって行こう行こう、とりあえず行こう。やってくれたな。連れてきました。迷惑な客 A をしてたらしいです、タラちゃんは。そうですね、はい、聞きました。どういうつもりだ。なんか犯罪が起こっててみんな倒れて回収されていくみたいなんで、うん、撃ち合ってたのを確認したので派生してポリ撃ち殺そうと思ってパトカーから物をパクリっていうのをやっておりました。んでてめえなんでお前それ心当たりないの B。 そのこと聞かれてたとは知らなかったんですよ。どういうこと？そのことを聞かれてたって知らなかったって。お前他の組織のさ仕事に乱入してくるってお前どういうつもりな。この頃はわしがごめんちょっと加勢できたら加勢しようかなっていうのでそれに従ったまででちょっとウィンキーで待機しといてちょっとこれ撃てたら撃ってくるわっていうので、ね、ボス命令だったから何も詳しいこと知らんってことか。そういうこと。Cも一緒か？お前もか？俺はちょっとギャングのルールがいまいち分かってないってのもあったんですが、うん、混じったらまずいのかもなという意識はありつつ、うん、タラちゃんの意見に賛同してちょっと乗ってしまいました。分かった。お前そこを理解してんだな。じゃあ、はい、お前まだマシだ。じゃあお前も許す。おめえやべえよ。なお前ボスちゃうんか？そうであります。そうだよな。ギャングだよな、マダラ組って。え、な、どういうつもりだ。ただただ加勢できたらなっていうあれで、まだその迷惑がかかってしまうということを考慮できておりませんでした。でお前らが警察のその車両とかパクってうちにな指名手配でついた罰金とかどうしてくれんねん。全部罰金お支払いいたします。まあ、罰金で済むと思うね。お前ギャングだろ。ボスだよな。もちろんであります。10億だ。当たり前だろお前、白市民ですら3億5億払ってんだぞ。てめえギャングのボスだろ。10億ぐらい持ってこいお前。10億あります。払え。じゃあかしこまりました。この度は誠に申し訳ございませんでした。すいませんでした。すいませんでした。お前もうちょっとギャングのこと勉強した方がいいと思うぞ。タラちゃんから学びます。お前ダメだって。今目の前で見てるやん。なあ、やらかして10億払わされてんだってこいつ。 C から学べ。うん、C の方がまだ分かってる。うん、ああ、ランボスにした方がいいな。C、はい、ちゃんとタラちゃんしつけろ、お前。いや、とはいえ、自分、ギャグのルールがほぼ分かってなくて。いや、大丈夫、はい、この3人の中でお前が一番理解してる、多分。本当ですか。うん。やっぱ、大型を、だって、まずいなっていう気持ちあったんだろ、はい、ありました。多分にありました。そうだよな。はい、こいつら2人ねえから。ああ、そうだな、お前が。ちょっともなかったの、タラちゃん。本当にちょっともなかったの。タラちゃん、私が先ほどタラちゃんに電話したときにすごいケロッとしてたので、多分悪気は一切ないです、この方。護送中も何が悪かったんかなみたいな感じのこと言ってたね。わかるよ、こっちが全滅しててタラちゃんたちが助けてくれたとかだったら、こっちは報酬払うぐらい感謝するかもしれない。でもただお前らが今回やったことって邪魔でしかないんよ。お前がやっとることカジバ泥棒や普通の。次はほんまに潰しに行くからな。金で解決せんぞ。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ご迷惑をおかけしました。ご迷惑をおかけしました。失礼いたします。すいませんでした。失礼します。お帰れ。よし、行くぞ。ざっくりよ。歩いて帰んのかよ。いやそれ不安すぎるだろ、あの背中についていくの。寂しいな、あのドライバー。背中タラちゃん、お前死んだぜ。え、
モイキャン入った、モイキャン入った C についていくんだろうがタラちゃん、お前が一番前歩くな一番後ろ来てよ、お前左を務めさせていただきますC 先頭や、テイジが先頭だろお前、いけ、頑張れ C、 ご迷惑おかけしました、失礼いたします、失礼いたします、はい、嘘だ。嘘だ。待ってるやん。2番目。1番ケツやすいしかない。